今日の生かした偉人は徳川家重、江戸幕府第9代将軍で、先日紹介した吉宗の息子です。彼は尿漏れが多く、行く先々で簡易トイレを設置していたため、町民からは小便公方と呼ばれておりました。彼はもともと病弱であり、言葉もうまく話すことができなかったと言われています。しかし若い時から酒と女だけは欠かさず摂取しておりました。ここだけ聞くと、なんだ火山天皇かと思われてしまうかもしれません。しかし彼は前述したように病弱であったため、自身の痛みを緩和させるために酒などをたしなんでいたのではないかと言われています。またかの田沼意次を採用したのも家重です。田沼意次にはマイナスのイメージを持つ方も多いと思います。しかし彼は貨幣経済を確立し、また株仲間を奨励しました。家重は早々から田沼意次の力量を見抜いていたのでしょう。皆さん、体に痛みを感じた時は抱いたり酒を飲んだりして痛みを緩和させましょう。ではまた。